はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様でした。コーチのバンクはもう慣れたもんやろ。そうですね、何度も走らせていただいて、ね、はい、いつ来ても成績ええね。ああ、そうですね。でも今回ちょっとあのテーマを仕掛けて自力でっていうのをテーマに来たんで、あ、動きは悪くないと思います、うん。小林さん、いつ見ても気持ちいいね。バレてやるね。いや、まだまだです。いやいや、バレてやるな。明日はよね、はい、小林さんにしたら、どういうようなレースをしたいと思います？そうですね、まあ、本当に先行で強い奥井さんがいるので、うん、まあ、あんまり気にせず、自分のタイミングで行けたらいいのかなっていうのは、はい、思います。奥井さんとはこれ、練習は全然違うですか？あ、いや、たまに一緒にやらせていただいてるんですけど、本当強いです。練習でも強いですか？強いです、はい。けど練習じゃたまにはムクロ。いや、そうでもないですね。そうでもない。ないはい、うん。で、明日は自分の頭の中では奥井さんの後ろを追われるというか、奥井さんがそれにはこだわってないというか。ああ、そうですね。まあでも本当500なんで、うん、後ろに後方になってしまったらちょっと自分的には苦しいかなっていう感じはあるので、うん、まあ前の方にいて自在に立ち回れ ればいいのかな。じゃあ自分でレースを引っ張っていくと、まあ、スローペースになればいけるところでは連日初日2日目みたいに仕掛けていければいいかなとは思ってます。いや、この高知競輪場でよね、いい感じで優勝を取って、はい、また今度来るときに高知は楽しいですわ言ってまた来てくださいよ。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。どうもありがとう。